はい、皆さんこんにちは。ゆいすもてやしチャンネル委員長の林でございます。本日は242回目。242回目のテーマはこちら。今だけ成功率 90%、 夏太り対策最強ダイエットでございます。内容はダイエット関連、対象は夏太りしたくない方、レベルは40です。さあ、いよいよダイエットのシーズンが来ました。本当はもうちょっと早くやんなきゃいけないんですけどね、それは。ってことでね、過ぎた時間は戻らない。この夏一番やるべきことって何だろう？カロリーカット？それとも運動？確かにそれも大事かもしれない。でもね、今回は今やるとなんと 90% 以上の人が成功するという特に有効なダイエット方法を教えちゃいます。これを知らずにやみくもにダイエットしてる方は絶対に損をします。それでは皆さん楽しみにしてください。どうぞ。まず夏太り対策っていうのをね、やらなきゃいけません。夏太りっていうのはいろんな原因があります。やみくもにダイエットすればいいってものではありません。暑さでバテちゃって、甘いものを取りすぎちゃってね、糖質過多になる方ね、そういう方いらっしゃいますね。それからあと夏バテ防止とかで言っときながら高カロリー食品ばっか食べてる方ね、そういう方もいらっしゃいます。それからね、ご飯作るのめんどくさいなって言ってね、外食とかコンビニとかね、お菓子ばっかり食べてる人たちね、なんかね、シリコンの油、みんなね番組見てるかな、油にはいっぱいシリコンの入った油とかあったりとか、それから食品にいっぱいシリコンとか添加物が入ってるのがあるんだけども、そういった食材を食べまくっちゃって内臓に負担かけて、内臓を疲れさせちゃってね、特に腎臓に負担をかけてしまって、排出能力がガタ落ちになっちゃって、その体調のせいで運動しても燃えないシリコン脂肪を溜め込んでしまって、その結果どんどん太ってしまう。シリコン油っていうのはよく僕の番組で言ってるけれども、運動しても ATP っていう物質に変わらないってせいで、運動しても燃えない油なんですね。ということはそれが溜まっていくと運動しても痩せない体になります。今実際にあなたダイエットしようって夏頑張ろうとしても、運動しても痩せないんです私って言ってる人たちは、大体自分の体にシリコンの油が入ってるかもしれません。そういう方はシリコンを外に出すためには相当努力しなきゃいけません。例えば腎臓を鍛えてリンパの流れを良くしてっていう、流すと出すを作った上で、そこで初めてマシンをかけて溶かすっていうことをやるんだけど、皆さんセルフエステとか行ったりとかエステ行ったりとか頑張るんだけども、それって溶かしてる作業であって、流すと出すができてないから、いくら頑張っても痩せないっていうことになるんですね。でね、いろんなダイエットしてる方法はあると思うんだけども、そういうのを今からやってもちょっと間に合わないわけです。来年の話になりますね。はい、そんな方はね、諦めないでください。今からでも遅くありません。今からでもちゃんと結果が出る方法を今からお伝えしますからね。まず今から夕食限定で30日だけあることをしていただきたい。それ何かっていうと、みんな知ってるよっていうかもしんないけど、この時期だけ炭水化物抜いてください。知ってるよそんなことって言うかもしれないけど、本当に1年間いろいろユリシスで実験してきた中で、この6月の時に炭水化物を抜いて、そしてタンパク質摂取にちょっと移行して、特にお肉、ささみがいいんでしょとか言うの、それダメ。逆に皮目のついた胸肉でいいから食べてほしいの。フライドチキンはダメよ、揚げ物だからね。ちゃんと皮目から焼いて、それで例えば葉物のサラダを中心としたものにドンと乗っけていただいて、しっかり食べると。でね、皆さんね、そういう時に多分ね、やっちゃいけないことやるのね。マヨネーズね、これダメ。あと正直言うとドレッシングも市販のドレッシングじゃなくてね、自作で作ってほしい。あとね、食べてほしいのはね、葉物の野菜とかね、肉とか以外にね、海藻食べてほしいね。あとはね、豆腐とか卵とか、結構サラダに盛っても全然問題ないものばっかりでしょ。これをね、ワンプレートでドッカーンと食べてほしいのよ。量とか気にしなくていい。お腹いっぱいになるまで食べていいから、それをね、しっかりね、こういうお茶と一緒にね、しっかり食べて、20回噛んで、20回噛んだらこのお茶をちょっとごっくんって飲んで、それでもう一回20回噛んで、またごっくんって飲んでっていう繰り返しの食べ方をしていただきたいの。ただし夕飯だけね、いう風にやっていただくと、しっかり体重が落とせます。なんで落ちるかっていうと、実はね、カロリーが減ったからとかじゃないんです。炭水化物抜いたら痩せるって、これね、結構動画でやってるから見てほしいんだけど、それだけやってるだけじゃ実はあんまりね、3、4キロ痩せるんだけどね、10キロ20キロって痩せ方はね、あんまりできないし、それがリバウンドがでかくなっちゃうんでおすすめしません。あくまでこの30日だけです。そしてこの30日の間、朝と昼は普通に食べてください。朝おかゆの方がいいんだけども、それ無理だとしたら普通にご飯で結構です。小麦は食べちゃダメです。絶対小麦は朝も昼も食べないでください。朝と昼は普通にお米を食べていただいて、夜は炭水化物を抜いていただく。ちなみに根菜類も炭水化物ですので極力避けてください。とは言っても大根なんか 99% 水ですから、そんなものはどうだっていいんでって言って食べてもいいんですけどもね、全然構わないんですよ。玉ねぎだって食べようって言ったら食べても構わないんです。でもとりあえず私が言ってね、葉物の野菜と海藻類とお肉と豆腐と卵、それからごめん一つ言うの忘れてた、夏野菜食べてトマトとキュウリ、それからピーマンとかね、ナスもまあ夏野菜に入っていいのかなと思うけど、とにかくね、それは何でかっていうとね、これ理由があって、マグネシウムとかカリウムとかカルシウムとかナトリウムっていうミネラルを取ってほしいの。これ夏太り対策で絶対に必要だよって僕結構動画でも言ってるんだけど、実はカルシウム取るとかに絶対に必要なのはマグネシウムだから、マグネシウムとカルシウムはもうセットなんですよ。それからナトリウムは、汗かくとねどんどん出ていっちゃうけど、ナトリウムは必要ですね。それからカリウム、これトマトとかで取れます。バナナならいいんですか、私トマト嫌いなんですって人もいるけど、別にバナナで取ってもいいけど、バナナの場合糖質が多いので、正直なこと言うと夕飯には向きません。朝とかには向きますけどね、是非そういった感じでちょっと工夫をしてください。去年のね当院のお客様、実験的に行った結果ね、なんと 90% 以上の方が2キロから3キロ軽くなりました。継続してもダメだってことも分かってます。これね、このまま続けた8月9月10月って今のご飯だけずっと続けたら果たして痩せるのかっていうとね、だんだん落ちてきてね、秋の時にはもうすでに 50% 以上の人はね全く体重が減らなくなってます。ということで、体をだましだましというかね、やっぱり体勢取っちゃうんですよ人間ってね。いろんなことやってこれなら痩せるって分かっても、それをずっとやってしまうとどんどん体は痩せまいとして体勢を整えてしまいますので、そうなる前に一回やめましょう。それでまた忘れた頃ぐらいにやっていくって、自分の体にはどうしてもね痩せるって究極突き詰めていくと死ぬっていうことになっちゃうので、そうさせまいとしていろんなことをねちゃんと体っていうのは覚えてしまいますので、だからよくダイエット方法みんななんたらダイエットなんちゃらダイエットってそれぞれは成功するんだけど、やっていくうちに効果がなくなったから次のダイエットに変えましょうって言ってまた何年か経ってから戻そうとして戻っても全然痩せないんじゃないですか。それって結局人間の体ってもうすでにそれはもう大丈夫だよ、これが起きてももう痩せませんよっていう体制ができちゃうね。こうさせないために30日それやったらもうしっかりきっぱりやめてください。たとえ痩せたとしても再現しないで、来年の夏ぐらいにまたやるんだと思ってすっかり切って、人間の体っていうのは太る原因とか痩せる理由とかいろんな理由が春夏秋冬やっぱ違うんでね、これをうまく使い分けてやってください。はい、とにかくね今の時期はミネラル摂取っていうのが一番大事なんですよね。それがとにかくサプリメントじゃなくて食べ物で摂っていただきたいのでね、それが一番の夏太りの対策でありまして、それが最終的には痩せるということにつながっていきますので、ね、僕もね実際今ね大体3キロぐらいが減ってます。本当にね是非皆さんにもねやっていただきたいと思います。はい、今日はここまででございます。是非チャレンジしてみてください。それではさよなら。